皆さんこんにちは。おにぎりくんの日本語発音教室へようこそ。どうぞ召し上がってください。ありがとう。召し上がります。前回食べるの尊敬語召し上がるを一緒に勉強しましたね。召し上がってくださいと言われたとき、召し上がるをそのまま使って返答するのは大間違いです。皆さんは何と言いますか？動画の中で一緒に確認していきましょう。敬語には丁寧語、尊敬語、謙譲語がありましたね。丁寧語は語尾をです、ますなどにして丁寧な気持ちを表す言葉で、誰に対しても使うことができます。一方で、尊敬語や謙譲語は、目上の人に対して使う言葉です。では、尊敬語と謙譲語の具体的な違いは何でしょうか？尊敬語は、相手が主語となり、相手の行動を上げて相手を高める表現なのに対し、謙譲語は自分が主語となり、自分の行動をへり下ることによって相手を高める表現です。例えば、冒頭の文章は、A が B の行動、食べるを高めるために、尊敬語の召し上がるを使いました。それに対して B の返答の食べるのは自分の行動なので、この場合尊敬語は使えません。礼儀として謙譲語を使うのが適切です。食べるの謙譲語はいただくですので、正しい返答はいただきますになります。繰り返しになりますが、謙譲語は自分が主語となり、自分の行動をへり下ることによって使う言葉です。尊敬語と謙譲語の使い分けは難しいですよね。こちらの文章を見てください。こちらでお待ちになってください。こちらでお待ちします。動詞「待つ」を尊敬語にすると「お待ちになる」になり、謙譲語にすると「お待ちする」になります。尊敬語は「お何々になる」の形、謙譲語は「お何々する」の形です。次はこちらの文章を見てください。こちらでお待ちなさいますか？こちらでお待ちいたしましょうか。動詞「待つ」をより高い敬意の尊敬語にすると「お待ちなさる」になり、より高い敬意の謙譲語にすると「お待ちいたす」になります。尊敬語は「お何々なさる」の形、謙譲語は「お何々いたす」の形です。形が似ているので注意が必要ですね。最後によく使う謙譲語を一覧にまとめてみました。丁重語も謙譲語の一つです。する、させていただく、いたす、会う、お目にかかる、行く、伺う、参る、来る、伺う、参る、聞く、伺う、見る、拝見する、言う、申し上げる、申す、思う、知っている、存じ上げる、存じる、いる、
折る、もらう、いただく、食べる、飲む、いただく、あげる、与える、差し上げる。謙譲語と丁重語の違いについては次回お話しします。本日の勉強はここまでです。もしこの動画が役に立ったと思った方はぜひいいねボタンを押して教えてくださいね。そしてもっと勉強がしたい方はおにぎりくんのサイトもご覧ください。日本語の発音と会話練習用のアプリもダウンロードできます。また個別指導をご希望の方はそちらからお問い合わせくださいね。これからも一緒に頑張りましょう。